っていこうという構えですよ、これは。そうか、お前は休んでいろという感じでね、自ら青コーナー出ていった北斗、しかし豊田を引きずり出して、それの方がいい、おいおいおいという北斗の方と、完全に井上京子や何としてか落ちてない京子、短期決戦か短期決戦か狙ってますね、これね。トヨタのダメージが言えないうちに短期決戦を狙っているのか。トヨタさん相当なってますよこれ、ね、後頭部何回強打したんでしょう。いくらトヨタさんでも、ま、大丈夫かな。ちょっと意識朦朧、トヨタまなみ、もう見て、ね、あ、体が黒字になってホール、これはちょっと返せないか。オットがカットに入った。ずっと京子が分断作戦、これチャンスですよ、これ。あ、山田、お越しください、お越しください。山田が必殺技のリバースボールスペシャル技を狙っているのか。危ない、渾身のブリッジ、いや渾身のブリッジは豊田真奈美。ああ、どこまで行っちゃったんでしょう、これ。あれ、北斗すごい、あ、後楽園ホームの入り口の方まで、入り口の方まで行っちゃいましたよ、うん、北斗の膝を掴んで怒りを表しているが、片谷リング上では山田トヨタ宿命の対決、くしくもシングルマッチ状態、またしてもこの2人が出会った感があります。あ、戻ってきましたよ、怒りの北斗戻ってきたが、ジャンピングしての DDT は山田としよう。でもちょっと形崩れた、はい、早く北斗にタッチしなければいけない。あ、なんと、すごい、オクテアブリ、もう誰も得意技できないですね。でもノーザンライトフォームがあるから怖いよね。もうちょっとね、一撃したんですからね。あ、崩れたぞ、このドラマは崩れた、綺麗だったのに。あぶない、いやー、カウント 2.8 ぐらいまで行きましたけれども、サイクロンも失敗したんですよ、うん、まだまだ必殺技はね残ってますよ、うん、両チームとも。今日ここにいれば来ないですよね。あ、来ない、うん、来ない、来ない。結構シビアだけど、今日から逆襟はギブアップ取れますよ。痛めてる膝を容赦なく攻めていった井上京子、また膝だ、モンドリュース北斗晶、満身創痍、北斗晶がモンドリュって苦しむ。非常なる攻めは井上京子、痛々しいですよね、北斗の膝は。本当に膝、そしてあばらも骨折している北斗晶、生活しているだけでもね、ああ、すごい、これは痛い、あまりにも痛い、非常な攻撃は山田としよう。ああ、ずいぶん回しますね今日は。シューブラリン状態の北斗晶、そしてまたエルボーを狙っていった、落としていった山田節を、まだ行くんですか、膝が辛いところですよね、北斗としては。いや、今日もまたこの膝を攻められる北斗を見て、リングサイドでは下田はね、また泣きそうな顔で声を送ってますけれどもね。北斗が苦しそう。井上京子にタッチ、完全に試合の流れは完全に井上京子、山田敏夫組。試合前ではね、得点で一歩リードしていた北斗トヨタ組でしたけれども、
一転してね、形勢が逆転してしまった、そんな予想です。なんとかタッチをしたい北斗晶。でも1日2試合っていうか、続けてね、こんなハードな試合っていうのはもうどうなんですかね、選手としてはね。もうでも京子が多分前ジャパングランプリかなんかで3試合やってました、はい、あ、3試合やりましたね、さあ複合の釣り天井ロメロスペシャル、これ膝にも効きますね。ちょっと変形ですよね、はい、5分経過掴んで腰を痛めて、膝重視って感じで膝を痛めていこうというね、ちょっと痛々しい北斗の左膝、サポーターが降りてきた、そこをすかさず狙っていくのが、これもまた膝に負担がかかるぞ、非常にも蹴っていった山田、場内からは悲鳴とも取れるね、北斗への声援聞こえてくるわけですけれども、北斗なんとか耐えてほしい、さあ高額を放る長男のお客さんからまさに自然発生的にホットコール、おっと北斗の大コール大声援です。複雑な表情で選手を見つめるアジャコング、今カメラが捉えましたけれども、当然ね、この北斗の引退に対してはアジャコングも自らなんとか引退を少しと少ししたいというふうにね言っておりますが、今複雑な表情、やっとここで京都に立つか、膝を押さえて、めちゃくちゃのドロップキック、もう極限状態、今日はもう続けて2試合目、形なんかこだわっていられない、そんな感じのドロップキックでしたけどもね、レンバスターからそのままブリッジ、ポイント2、ちょっとエプロンでは苦しそうな北斗、あ、勘抜きのまま、まだ完全にフォローの体勢には入っていない、どうやらこれトヨタも生き返っちゃいましたね、危ない、広角のバックドロップ、右の方のサポーターを取ったんですかね、痛めているその足を使っての攻撃ということだったんでしょうが、逆にレッグラディアート山田敏夫ブレーンキック、ちょっと空を切ったか、顔面蹴り、なんだいうことするかな、えぐいぞ山田、さあトップロープ最上段満身創痍の北斗、ダイビングブレーンキックか、あ、エンボールですね、北斗万事くよ、最後のキック、今の顔面蹴り大丈夫ですかね、ここって音がしたしね、あっと北斗かなり厳しそうだが、この差があっという間に二人を投げ返し、なぎ倒し、場外だ場外だ、手前ではあ、北斗と山田が、あ、ファイナル、向こうでもこっちに入るからですね、あ、逆に返していって山田、結局山田、井上、京子が有利、共にパイルドライバーを決めたという形になりましたね、まだまだ有利ですね、やっぱり、スタミナの面でまだまだ余力を残しているのか井上京子、山田敏夫組、
片山満身創痍、やっぱりスタミナでは強行有利って気がしますね。うん、ちょっと戦況が怪しくなってきたデンジャースクイーン確保。選手間10分経過、10分経過。お、三角取りからいきなりか。変幻自在強行。どこからともなく。すごいですね今の。うん。オージュのスキーつきましたよね。一人も応援みたいな。リバースゴリスペシャルボム、完璧なる必殺技持ってますよ。これを決められては、あー井上君が入った入った入ったかと思ったけどカットされましたね。今ぐちゃっとね、ぐちゃっといきましたよね。またしても場内ダイレクトゴール、大逆転はありえるのか。人気者ですね。なんとなく応援するけど、みんなもさ半分ぐらい切なくなってるという。なんかね、私もなんか嫌になっちゃったな。さあ、ダイビングエボガー。なんと返しない。返し。あばらに入って。ああ、よかった。ホットほとんど本能で返した。山田のリバースゴリも返したし。ね、うん。よくこれよ。フロイガルだからやっぱり。やっぱりデンジャラスクールの名はだけじゃないぞ。今度は、おお危ない、うわすごい、あの人って本当にすごい、めちゃくちゃですよ。おー、ムーサンとアタック。なんか首いったかと思ったらにっこり笑ってフォールしてるし、なんかはい、ムーンサルト行きますかね。ホットが完全にカットしてムーンサルト完璧に大車のところ、ダブルのサンドイッチ、これサンドイッチミサイル、サンドイッチミサイルもう1回やるのか。京子2回は食らわない。そうですね、京子何やってる何やってる。ちょっと方向感覚失ってますよ。一転して形勢逆転だ。ダイビングブレインキックを狙う、ダイビングブレインキックをやった。決まりません、タックリングザベスト93。優勝への道は限りなく険しい、そんな気がいたします。負けらんないからですよね、両方とも。ここで上げてるからね。モーザンライト、モーザンライトボム、まだ残っているのか、モーザンライトボム。あー危ない危ない。まあこれを食らってはもうね、万事休物ですからね。何やんだ、あらダブルのダブルの流れ式っていうのは何ですか。ああ危ない危ない、コータ助けに行かないと危ないぞ。危ない、これはホット渾身の渾身の力を取り絞って体を預けていたらカウント2。おっ、タイミング
1分40秒、アナザラジュランさんの戦争で本当に大きな選手のコール勝ち、タッグリーグザベストナイティング。これにまして青コーナー北斗晶豊田真鍋組の優勝でございます。降りていきましたけれども、山田随分これグロッキーですね、渾身のノーザンライトボムと。その前にあの、ね、エンジラリアットというのも一回入りましたから、はい、あれが何かこの泥臭いというかね、感動の戦略でもあれがあったからこそ、うん、優勝いたしました北斗晶豊田真鍋組、真鍋組にコミッショナーより表彰状の授与でございます。優勝、北斗晶豊田真鍋組殿、あなた方は後楽園ホールで行われた全日本女子プロレス協会認定タッグリーグザ・ベスト93決勝戦で見事勝利を飾り、当初の成績を収められました。ここに表彰状とトロフィーを送り、その栄誉を伝えます。平成5年に行きましょう。ありがとうございます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 。さあ今勝利者トロフィーが上田コミッショナーより勝利者トロフィー並びに表情。93年のタッグリーグザベスト最後に制したのは、まあ結局は大本命北斗晶、豊田真奈美組という結果でしたけれども、道分けは仕方ですよね。日本取るの大変ですね。北斗晶豊田真鍋組でございました。お願いいたします。まあこの大歓声、もちろん優勝を祝福する大歓声でもあるんですが、当然ね、不安の気になるところはその北斗の去就なんですが、今リング上でこの北斗、どんな気持ちで一体このリング中央に立っているんでしょうか。ちょっと薄い笑みを浮かべて、今がっちりと豊田真鍋と握手。そして全日本女子プロレス全選手がリング上勢ぞろいいたしました。93年を締めくくるこの12月10日後楽園ホール大会、最後にファンの皆さん、1年間応援本当にどうもありがとうございました。来年は本当に夢のようですが、隣の東京ドームで試合があります。選手は一丸となって燃えています。今年も1年の締めくくりとして全長チャチャチャを堀田由美子選手にお願いしたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。いきます。せーの、全長全長全長。どうもありがとうございました。というわけでね、斉藤さん、やはり、はい、まあ、最後は恒例のね、全場チャチャチャで、まあ、全選手その前 の, あのブル様の挨拶が、やはりあのブル様が全日本女子のスポーツウーマンだなというような、ね、感じがしました。はい、東京ドームで、ね、進出が決まっております。来年、94年のこの全日本女子、楽しみですね。この流れをずっと来年に今頃まで引っ張っていきたいですね、もうどんどん盛り上げてね、東京ドームから満員6万人ね、6万人、これは入ったらすごいですよ、はい、今敗者山田豊田が担がれて
失礼しました、山田敏夫が担がれて控室に戻り、そしてリング上は北斗晶がマイクを掴んでいます。今日は泣かないって決めたんですけど、自分らしくないんですけど、今日だけ泣かせてください。言いませんとは言いません。でも私の考えは変わりません。ありがとうございました。最後に北斗涙を流しての、やはり私の考えは変わりませんという無情にもね、ちょっと今日のね、後楽園ホールに詰めかけたファンがなんとも無情なね、やるせない気持ちになっているのかなという気もしますけれども、斉藤さん、やはり変わらないですか、はい、気持ちは。どうなんでしょうね、だからこそ今日ここに来たみんなは、本当にひょっとしたらこれが最後かもしれないっていう、ちょっと、僕らみんな恐れてますよね、それをね、まあ、本当にこれがね、見納めの試合になってしまうのかというのは、高子さんはどう思います？私はね、信じてないんですよね、まだ。だからこの間、両国でそういう発表してましたけど、全然信じられない、未だに信じられないんで、いや、まだやってくれるんじゃないかと思うし、私は北斗選手から学ぶことが多いので、もっとこれから学ばせてくれないと私もこれ以上伸びないんで、続けてもらわなきゃ困ります。そう、引退は一人で決めるなってことですよね、まあ、もうみんなそれはね、もう誰もね、やめてほしいなんて思ってる人はきっと、もう日本全国誰一人としていないと思うんですよ。来年またね、横浜アリーナとか東京ドームとか大イベント残ってるんで、ありますよね、ドームでやっぱり北斗見たいでしょ、見たいですね。まあ、このまま、まあ、今日せっかくタックリグザベスト93年締めくくったんですからね、なんとかこう気持ち吹っ切れるね、きっかけ作ってほしいですよね。そうですね、なんかみんなこう、しく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 泣いてる人が多いですね。試合中にもだんだん切なくなってきた、ありますから。ただ私の考えは変わりませんって言っただけで、皆さんさようならって言って帰っちゃったわけじゃないですから、少し望みがあるかなという気がします。そうそう、なんかはっきりね、してないから、なんか望みがあっていいですよ。まあ、一種の望みをつないでね、今日後楽園ホール来ていただいたお客さん、まあ、家路についてもらいたいなと思います。93年の前場、これでねファイナルということになりましたけれども、まあ、本当に93年前場にとってはもう波乱万丈、ものすごい年だったでしょ。素晴らしい1年だったと思いますよ、まあ、そういうことでね、今日はこの12月10日後楽園ホールよりタックリグザベスト最終戦をお届けしてまいりましたけれども、斉藤文子さん、そして井上貴子さん、長い間どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。北斗引退するなとこう言っておきたいところで、後楽園ホールから、失礼いたします。それではさようなら。まず見事優勝を飾られましたので、そちらの方の気持ちからお願いしたいんですけど、今日は大変な話なんですけど、今日全員3時半までに入るようにって言われたんですけど、私は6時に入りました。それはギリギリまで本当に悩みました。今日来るべきなのか行かないべきなのかっていうの、でも何かよくよく考えてみるとっていうか、まあ期間的に短いけれども、やっぱりちょうど足を負傷してスタートがみんなより自分たちは出遅れたんですよ。それでその分すごい、まあ、先輩とか後輩関係なしにいい仲間としてっていうか、ライバルとしてそういう私をかばってくれたというか、足止めてリードしてね、頑張ってくれた、ちょっとその最後をね、やっぱり、ね、今後も自分の勝ちで来なくていいんだろうかっていうのをすごい悩んで、で結局今日来ました。
すごい自分にとって怖いものは本当に今までなかったんですけど、殴られるのも蹴られるのも何もかも怖くない。私が本当に今日リングに上がるのすごい怖かったです。みんなの前に顔出すのがすごい怖かったです。でも今日タッグリーグの決勝っていうよりもトヨタはどうか分かんないけど、私の頭の中では川崎のあのタッグのことがすごい頭にあったんですよ。だから同点でもう一回って言われた時にはまだあんのかっていう気もしちゃったんですけど、でもあの時すごい負けた悔しさっていうかね、そう今でも忘れてなかったから、あれを、あのお返しっていう感じで今日は優勝とか決勝とかいうよりも川崎のお返しをするつもりだったんで、自分の中でいい思い出になったかなと思って。こんなに質問になりますけど、やっぱり今日ファンの声を聞いてもやっぱり気持ちは変わらないですか？そうですね、正直なところ今会社と話し合い中です。でも今日のこの後楽園ホールは自分の意思で来ました。これから先のことはまだ会社と話してみないとっていうところがあるんですけど、でも私の気持ちは変わりません。ありがとうございました。どのぐらい笑ってる。